俺もさ、実はさ、なんか、なんかその、訴えるで思い出したけど、俺も実は訴えるって言われててさ、別の人ね。なんか、あのー、俺の唯一の休みの日曜日を、なんか、あのー、唯一の休みの日曜日をね、なんか、まあ、しかも今日ね、今日だったんだけど、なんか、あのー、一緒にライブ行きたいみたいな。 一緒にライブ、邪魔とかじゃなくて、一緒にライブ行きたいから、なんかお金払うから、そう、ギャラとしてお金払うからついてきて、みたいに言われて、まあ、別になんか予定あるわけじゃないからいいかなと思って、いいよって言ったの。で、それで、なんか、あの、そのなんかライブついてきてくれただけで、5万円もらえるの。ちょっと面白いじゃん。お前さ、懲りてないなって思うじゃん。別にいいよって言ったの。そう、なんか人のライブ見るだけでさ、5万円もらえるんだったら別に美味しいじゃん。 そう、しかもなんか関係がある、なんか、やつだったし、そのなんかライブする、ライブパフォーマンスするアーティストも、俺も、俺が関係、関係がある人だから、別になんか、美味しいなと思って、ね、いいよ、みたいな感じで言ったのよ。ね、だけど、なんか、毎日のように連絡くんの。なんか、あのー、その前日も、前日もなんかいい、みたいな。そう、お金なんかプラスで入るから前日もいいとか、そう入ってなんか無視してて、おい、返事は、みたいな感じで来るから、めんどくさいなと思って、そう、 なんか、お前めんどくさいみたいな感じで言ったのそう。めんどくさいみたいな。シンプルにめんどくさいからっ、つって、もう日曜日もなし日曜日もなしですって言ったら、なんかちょっと喧嘩になっちゃって、なんか訴え、なんかあの、なんかじゃあもう全部なんか LINE とか全部スクショして、Twitter にあげるわ、みたいな感じで言ったら、そうなんか、じゃあそれやったら死ぬわ、とか、訴えるみたいな感じで言われて、面白いと思って。 訴えてやるからみたいな感じで言われて。で、俺、その時たまたまさ、あの、弁護士のところ行ったのね。その別件で。そうで、別件で、あそ別件で申し訳ないんだけど、ちょっとこれ聞いてほしいんだけど、これやばいよね、こいつの方がって言ったらあ、あ、これ普通になんか民事で、普通に金取れますよって言われたの。そ<う>だから、それそっくり、その、お前なんか民事だったら金取れるって言われてるけど大丈夫つっ,って、現場いるけどみたいな感じで言って、そう<笑><笑><笑>っていうのをなんかやり取りして、 そう、なんかそれ脅しですよね、とか言って。いや、そういうの脅しとかじゃなくて、お前からやってきてんじゃん、みたいな。いや、脅迫とかも結局なんか、そう、その弁護士の力量だから、正直。そう、あっちも強気なんだけど、なんか、うざいのよ。そう、めちゃめちゃうざくて、なんかお店にも行くから、みたいな。お店で金使えばいいんでしょ、みたいな感じのスタンスとかも気に食わないの え、だったらお前みたいなやつ、来てくれなくても、別になんか慣れちゃってるし、みたいな。うざいの、マジで、そういうやつ。金使えばいいんでしょ、みたいな。別に思ってても言わなければいいじゃん。そう、なんかわざわざ、なんか言語化してくる感じとかもクソうぜえから、ちょっと言ってやろうと思って、言ったの。そう、なんか、あのー、なんか従来の俺だ、俺であれば、そう、なんか木彫りのゲストをして、とか、そう、個人の活動として、みたいな考え方でよかったんだけど、なんか、 金使えばいいんでしょみたいなスタンスで来られると、他の女の子とか、ね迷惑かかるの嫌だったから、お前マジいい加減しろよってって、お前あんま調子乗んなよみたいな感じでやっちゃったの。そしたら訴えるとか言ってて、めっちゃワクワクしててクソ楽しみになってる。だってさ、一見さ、なんか裁判抱えてるわけじゃん。それ1が2になるぐらいの違い、俺からしたら誤差なのね。そう。なんか、0が1になるのってクソめんどくさく感じんだけど、なんか1が2は、 もう、なんか、どうにでもなれ、みたいな感じで。やるならやりますよ、みたいな感じなの <laughs>。そう。だから、そのなんか、0から1だったらクソめんどくせえし、なんか謝っとこう、みたいな感じになるんだけど。そう。もうなんかさ、あの、なんかベースできちゃってるし。そう。あ、なんか、弁護士さん探すところじゃなくて、あの、これもなんかいいっすか、みたいな感じで、もう言えるような状態だしさ。 そのうちこれこれさんとして聞きそうな話いやだから正直会話になんないしなんかあのヘイトは向こうに向いちゃうと思う正直それ分かんないから相談しちゃうと思うけど別になんか受け取って全部お話が表になっても正直いやこれお前がいけなくないみたいな感じになっちゃうと思う向こう側がそう裁判出してまでも関わりたがるのが意味わからんいやでも本当に分かる なんでそういう人間ばかり集まるいや、だからまあ、なんか、さっぱりお金払う人と、そう、めんどくさい感じのお金払う人の二択なんだよ。本当に。なんかどっちか。こっちが我慢したら、なんか、もらえるもんもらえるわけよ。うん。だけども、なんか、が、なんか我慢してお金もらって、なんか舐められんのめっちゃ嫌なの。もう、なんかムカつかないってなっちゃったのよう。なんかある程度のこと我慢しようみたいな感じで、 なんか、あのー、個人的にお金もらったりすんの、ありだなって思ってたんだけど、なんか、こんな舐めた奴に金もらっても嬉しくないっていう気持ちになっちゃったの。変わっちゃったの。そ<う>なんか、何でも金払えば通用するみたいな感じの、人間がマジで無理になっちゃったの。そう、金積めばいいんでしょみたいな感じがめっちゃムカつくの。それなんか、あのー、自分がなんか働いてるお店でやられる分には、 なんか2000歩譲って許せるみたいなところあんの。なんかそれされた女の子に説得するまである。そう、これぐらい使ってくれてんだから、ね、これぐらいのなんかわがまま許してあげればって説得する自信もあんの。そう。だけども、なんか個人的に、なんか、その舐め腐った要求とかされるとめっちゃムカつくの。しかもなんか、もう払うの確定してないのに、なんか言われると、なんかよりイライラして鳥肌立つんだよね。そう、露骨にやられると。 そう、だからめっちゃムカついて、なんかすげえ言っちゃったら、なんか訴えるみたいに言われて、そう。でも先にこっちも、なんか、ま逆に訴えたら俺勝てるよみたいな感じで言っちゃったの。<laughs> ね、なんかそれが脅しになるみたいな感じで、でこっちもなんか訴えるわーみたいな感じになって、もう別になんか、いいよ。全部100%ネタにするからって感じで、思ってるからもう返事返してないっていう。なんか、しかもさ、なんか病気を盾にする感じがムカつくのね。 いや、ナーボーも、なんか電車乗ったら、なんか、苦しくなったりするんやろ。だったら、私の気持ち分かるよねみたいな。私もこういう風に病気持ってて、今すごい苦しい気持ちになってます。みたいな。言い方してくんの。クソうざくないいや、お前と俺一緒にすんじゃねえよっていう。俺はなんかそういう状況下で、そういうの直したいし、解決したいから、ね、人前に立つ仕事選んで、あえて生放送だけで生活できるけども、外に出てんだわっていう。 そう、お前みたいなゴミと一緒にすんな、みたいな。感じで全部言っちゃって。そう、なんかもう訴える、みたいな。だから、なか君が、その、訴えるんであれば、別になんか、訴えられて裁判所に出たりとか、弁護士雇ったりとかするけど、あ,あの、全部放送ネタにしますからね、っていう。<laughs> そう。そう。だから、そのね、なんか面白いネタ増えるのは楽しいじゃん。そう、はたから見たら超面白くない はたから見たらクソ面白いから、じゃあなんか、俺が、なんかその時間とお金を使って、みんなにエンターテインメントとして、みんなに提供するだけだから、<laughs> クソ笑えると思う。そだから、やればやるほど、なんか滑稽になるだけだからっていう。何罪になるんだ。いや別になんか捕まることじゃなくて、民事、民事で精神的にこうなりましたとか言って。そのなんか、そ精神的にこういう被害にあって、 なんか、行くはずのものが行けなくなりましたとか、そういう請求の仕方になるの結局そう。正直滑稽だからおもろいっていう,そう。損害賠償請求みたいな。始まったみたいな。しかも、なんか、こっちが、なんつったんだっけな。なんか、あのー、そう、なんか、君の言ってることが理解できないから、友達に、友達ねそう。君たちのことを友達だと俺は思ってるから、友達に相談してみて、 っていうのは、ま、あ要は、なんか、裏返したら、<laughs> あのー、SNS に全部晒すねってことなんだけど、友達に相談してみて、あのー、なんか、相談結果をみん、あのー、報告するね、みたいな言いまして、向こう察知して、マジやめて、みたいな感じで言ってきたの。<laughs> <そう> <laughs> 超おもろいじゃん。友達に相談してみるわ、っつって。裏返したら、なんか、ネットに、なんか SN、SNS に、なんか、その、全部、 そうなんかあの LINE の内容とか全部載せるわみたいな感じで普通になんか嫌だ,だったんだろうねなんかごめんねみたいな感じで言ってたんだけど次の日になったらなんかあのー、お前のこと訴えるわみたいなこと言ってきたのうんお前のこと訴えるみたいな言われてえなんでみたいな昨日謝ってきたのにみたいなで俺なんか結構はっきり言ったのお前みたいなやつ嫌いだからって言ったのお前みたいに なんか、あのー、もうなんか予定が、なんかそう、じゃあなんか、20日、21だっけ今何曜月曜。あ、21日に、そうなんか、あのー、ライブ行、ライブ行くっていう予定立ててるのに、なんかちょこちょこ連絡してきて、明日大丈夫だよね、大丈夫だよね、とか言われるのうさいから、やめてって言ったの。そう、そしたらなんかちょっと、なんか口論になって、みたいな感じだったから、そう、なんかもう、それであげく、なんか自分、病気持ってて、みたいな。 言ってきたから、なんか、なんかそういうやつ嫌いなんだよね、みたいな言ったらなんか逆上してきたの。誰かに相談、相談して入れ知恵されたの。そう。時間差で怒りが湧いてきたのかもしれないけど、知らない。だから、もう向こうが本気だったら、俺はエンタメで消化するからっていう。なんか俺嫌いなのなんか、その病気を武器にする人好きなの。めっちゃ。自分がこういう精神病持っててっていうのを病気にして、 あ病,病気を武器にする人は好きなんだけど、病気を盾にして自分の守り固めるやつめっちゃ嫌いで、そう、なんか昔から苦手なの。で、なんかこの中にもいたら、なんかごめんなんだけど、なんかプロフィールになんか ADHD 持ってるから、それなんか了承できる人間だけ絡んでくださいとか、なんか望遠線張ってるやつがめっちゃ嫌いなの。うせえと思って。うせえって思っちゃうし。 だそういうやつこそさ、なんか、自発的に絡んできたりとかすんのよ。なんか自分から DM とか送ってくるくせに、なんか、あのー、なんかトラップカードみたいに使ってくんの。なんか遊戯王カードの聖なるバリアミラーホースみたいな。いや、それ聞いてないみたいな感じなの。こっちからしたら。<laughs> そういや、魔法カードだったらいいんだけど、トラップカード反則でしょ、みたいな。<laughs> マジで。なんか自分から絡んできて DM 送ってくる。 くせに、なんか、プロフィールに、なんか、あの、こういう人お断りみたいな、私こういう病気持ってるんで、みたいな、感じ。いやいや、勘弁してってなんのよ。おめえから絡んできてんのにってなるわけうざいのよ。うん。だから、なんか、やめてほしいっていう。そもそもなんか、なんか、自分からさ、なんか連絡とかしてこなければさ、なんか、ね、なんか、そうやってなんか、なんとかなんとかの病気持ちいい、あのー、そういうの、 理解してくれる人以外は、絡みを断りとか書いてあったら、絡まねえし。そう。あ、そういう人なんだって思うし。めちゃめちゃうざいよねっていう。なんで。まあ、それはお前が悪いわ。いや、別になんか俺が悪いって思ってもいいけど、こいつなめてんなと思って。それなんか自分から誘ってきて。いや、しかも、なんか、確定で俺が、そのなんか、ごめん、いけねえわとか言って、当日とか前日にばっくれたんだったら、あのー、なんか言ってくんのわかんの。 払えや、みたいな。こっち予定とか時間とかいろいろ詰めて結婚したのにみたいに言ってくんの分かんだけど、事前になんか大丈夫大丈夫とか言ってくんのうせえから、そう、お前さ、それうざいからやめてって言ったの。で、まだ確定じゃないからみたいに言ってきて、そう、確定してるっていう決まりないからみたいな感じで言ってきたから、いや,いや確定してるんじゃないんだったら俺キャンセルするわ、つって。言ったら、じゃあ、あの、チケット料金と、みたいな、飛行機代払ってみたいな感じになってきたから、え、うざーと思って、 てかライブぐらい一人で行けよ。いや、マジでそう思う、本当に。何なのっていう。んこっちさ、その毎日暇してるわけじゃないの。の毎日暇してるわけじゃなくて、唯一の休みに、唯一の休みを、そのなんか、あのー、5万円で、売り買いしてんのよ。<laughs> そう。だからそれでなんか、言われたのがめっちゃ腹立って、もういいわってなったの。君,はしかいやあの君坊さんと一緒にしないで。 飛行機は当日キャンセルできるからいい、みたいな感じで、なんか後から言ってきたの。なんかそういうのもなんかうざくて。だからもう今後関わらないで、みたいな。言ったら、じゃあ、あの、お店に、なんかお店も、なんか一回も行ったことないのに、出禁なのね、みたいな感じで言われたから、いや、お店は別になんか個人的なね、個人的なトラブルで出禁にしたりとかしないっつって。女の子とか、お店に迷惑かけた時は出禁にするけどっていう話をしたのね。うん。 <laughs> そう、うん。なんかもう、もうなんか典型的なめんどくさいやつだったっていう。